無理なんですよね、安全に安全に日々がかっそそれはい、きつい仕事を楽しく無理なく安全に日々がかっそ東京 OK です、ありがとうございます。会ったことないよね、日々がかっそ東京。ないです。みんなどうやってやってるんですか？みんなも会ってないです。あ、みんなも会ってない。長いから、とりあえず横引き優先で、あの部屋の前に借りられるとか置けるところに、ちょっとそれ近くの方でもいいから、はい、した最高です。よろしくお願いします。入ってどれぐらいなんですか？入ってもう1ヶ月ぐらい。そうですね、結構待ちました。先週土曜から一緒に会おう。あ、そうなんですか。あ、おはようございます。中村です。今日2回目ですね。はいはい。あ、はいはい。はい。お願いします。はい、行きます。もう半分入ってるみたいです。今日の分じゃなくて。あー。うん。総数が倍ぐらいあって、今日は半分入ってる。奥から入ってたら、嬉しい。今日はどういった内容なんですか？今日は床材ですね。パーチっていうのを。はい。アニメします。気をつけるとその大好き。お、本当ですか。滑りやすいんで、あんま持つと真ん中がストーンって抜けちゃったりするんで、はい、あこれ気をつければ。パーチって3枚ぐらいで塗りきると思うから、3枚で気持ちでこう横切る。塗るとき2枚の方がいい。揃えたいんでね、いつ揃えたらもうすぐクルクルしちゃうから決める。あ、2枚とか。よろしくお願いします。今日2回分の半分ぐらいの5部屋。ありがとうございます。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、新規の人は、はい、前で一言じゃないですけど、はい、会社名とか言う、その朝礼とかもあるんですけど、はい、しました、しますね。なんでだって一人こう行くんですか？すげーな。いい、一人ですか？結構時間かかりますね。そう、すげえ時間かかる。みんな分かってんのに、以前急に言われると、あれ、あ、何言ったらいいんだろうとか なっちゃいそうですよ。なります。ちょっと、早めに持っていいですか？まずはそっからで。はい。この、ここから入れてほしいっていうかな。ここから。クレーターに落ちちゃって、はい、そうすると運転手さん借りる場所を置いとけば、まあ、やってくれるかな。計算が、はい、帰りたいはずだから。あー、そうですね。はい。そうだね。横引いて2枚ずつ入れてもらう。さらに51枚だっけ？僕だけ置いちゃって、で他はもう離れてる。上行ってさ、写真とあとリフトの近くに買い置き場、うん、こう作ってる。3階も一応見れたら、最悪が。あ、はい。今、先で言ったら、はい。まだ確定なんで。はい。はい。あ、そうなんですか。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。どこなんですか？ 1 位だよ、これ。あ、ここですか。ここの、あ、ほんとだ。ここ、ボールが向かいのボール。あ、1部屋100枚だとしたら、まあ1300枚ぐらい。100超えますね。そう、ノーマルで多分そう100枚とかあるんで、結構かかりますもんね、これ。いやでも結構2階だし、終わっちゃうかもしれない。あ、終わっちゃうの？あ、マジっすか。3時間ぐらいで終わっちゃうんじゃないかな。あ、そんなもの終わっちゃうんすか。そう、5、6人いると思う。あ、人数いれば、はい、あ、上の方だと時間かかっちゃうんですけど、6階だからバンバン上がってくるんで。
します。お願いします。はい、大丈夫です。大丈夫です。あそこの部屋入れる。この部屋入れます。来ないですまだ来ない。早く来ないです。ちょっとギリギリなんで。一回なんかあ、もう一回あった。ここから二階から3階ああ、それやっちゃう。ここでいいや。本当ですか？見るのに来ないって。全部乗ってないって。あー、140だから二山足んないって。二山9時でしょ。あれが多分1時間ぐらいで終わるんで。はい。ギリギリっすね。あ、電話来た。あ、トラックですよね。はい、今あの裏方についちゃって、それ今移動してもらってます。1台に240枚しか積んでなくて、もう1台来るって。それ怖いな。すぐ来ないと終わんないですね。11時半に終わんないで。よっしゃ、行きますか。はい、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 おっときた。横向かないでこのまま真後ろ。このままに横向かないで。こういうのがマジ揃わない。こうなっちゃって。来ちゃいましたね。いや、待ってより全然。そうですね。早かったですね。早めに来たんで。はい。よかったです。っていうから入ってきちゃったよって言われて。言ってねえよ。じゃあ待ってるから。
疲れ様です。じゃあ今日は11時前なんで、はい、似合います。あーよかったです。来てからこたつのスムーズに来たこれくらいでこの間は本日もご視聴ありがとうございましたって言っちゃえよ。真ん中立って言っちゃえよ。真ん中立って言っちゃえよ。本日もご視聴ありがとうございました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。